三河物語。江戸幕府と家康の死。その13。本能寺の変。明智久我守光秀は信長が取り立てたもので丹波を与えられていたが、突然裏切った。光秀は丹波の国より野衆をかけ本能寺へ押し寄せ、信長に腹を切らせた。信長も表に出て、信忠の裏切りかとおっしゃると、森蘭丸長貞が明智の裏切りのようでございますと申す。うん、明智の変身かとおっしゃっているところに、明智の配下の者に一槍突かれると奥に引っ込まれた。蘭丸は槍を突いて戦った。またとない働きをして戦死をし、音のする館に火を放って信長は焼け死んだ。織田久右衛門の城、福富秀勝をはじめとして配下の者が駆けつけたが、一戦もできなかった。それで信忠殿の二条の館にこもった。野々村三十郎正成はこもることができずに後を追って腹を切った。信長に腹を切らせた明智はまた信忠殿の館へ押し寄せた。織田久右衛門の城、福住をはじめとし、これはという者どもが104名こもっていたので、信忠殿の館では火花を散らして戦いが行われた。信忠殿をはじめほとんどが戦死を遂げた。織田の源五郎、長松と山の内主安豊はかろうじて窮地を脱し、それより源五郎は織田浦久と名を変えた。家康はこのことを堺でお聞きになり、もはや都へ行くことはならず、伊賀の国を通って引き上げた。その折信長がかつて伊賀の国を攻め取られた時、国の者を皆殺しにした。他国へ逃げた者も捕まえて殺した。三河へ落ちて家康を頼んだ人々を家康は一人も殺すことなく生活の世話をなさったが、伊賀の国に打ち漏らされていた者がその時のことをありがたく思っていて、こんな時にご恩をお返ししなくてはと家康をお送りした。穴山梅雪信君は家康を疑って家康から少し離れておいでになったために盗賊どもに殺された。家康について引き上げられたなら何事もなかったものをご堂々なさらなかったことが不運である。伊賀寺を抜けて白子から船に乗り知多の大野へ上陸なさったと連絡が入ると、多くの人々がお迎えに来て岡崎までお供をした。